まい、待てなんか言ってんで。
の時のアミは誰かの時に乗ってはいどうもはいどうもはいどうもあの時のウェブがそれこそほんまに松井和夫さんが使ったウェブ、はいはい、あのもっとアミアミになってるやつのフローを使ったあれはオーダーじゃなかったけど普通の市販のやつを使ったあれのイメージがちょっと強い僕もそうなんですグローブとかね道具を見ちゃうんですよ相手っていう試合を見ながらも、うん、プロ野球とか見に行ってさ双眼鏡でプロ野球選手のグローブ何見て使ってんねやろプレーを見に行って見に行って見ちゃうまず双眼鏡もそらせいや、いや僕も小さい時あの甲子園行った時は全部持って行ってました、うん、今も双眼鏡そらせそらせそうそうそう相当好きっす、うん、やっぱこの選手何使ってんねやろう、はいやっぱ見るしやっぱり内野手はスラッガーがやっぱり多いあ、マッチコンの方が多いって最近ではウィルソンさんどこの業者の方ウィルソンさん同業の方ウィルソンさんウィルソンさんウィルキンソンやろウィルキンソンなんかいろいろこさってないこれ大丈夫これはいどうも道具を好き見るのそう、グローブも好きですただでもやっぱり守備定員やからバットとかは正直何でもいいバット何でもいいよいやでもなんかちょいちょいポテヒットってそうそうそう気持ちでセンターオーバーのポテヒットってでいいとも打ったことあるし、どんまりのやつ、そうだからほんまに何あん時でイブシ、まあ俺らでよくイブシイブってますよ、ね、イブってた、常にイブってた、常にイブってたから、いやでもなんかちょいちょいねセーフティーの構えしてからイブってたから、イブしてた、うん、それしかやっぱ見てなかった、でも守備でやっぱレギュラーとして選手を、うんそうで運が良かったのは大学時代の監督さん。がやっぱり守備メインというかおそらくショートとかはもう守れたらいいっていうスタンスの監督さんやってで初めは1年生の秋の時は4年生3年上の先輩がショート上手い先輩がいてたから当てられるのでたまたま運よくセカンドが空いてそこでちょっと使わせてもらって使っていただいてでそこから練習を持ってでその方が引退してからショート早いし、性格そうそう体張るしあの、グローブ紹介しましたけど俺、体全体がグローブやと思う全身グローブさん全身え、ちょっと待ってくださいあの、それちょっと待ってえ、僕、うん、大学の同級生に同級生全身グローブさんって大学の同級生に僕、バンナー線の下手やったの、うん、ほぼ体ねそうだから全身グローブって言われたで一緒前まさにでもバウンド合わせじゃないいや俺バウンド合わへんでも自分で言うんなんやけどハーフバウンドとかでも取れるしなんかもう最後まで見たら取れんねやんさばいてくれるハンドリング方が上手いだからなんかバウンド合わしに行くっていうのバーっていったら来たバウンドで取るみたいなあそうでもグローブで取るんですよ体で取るえ体で押さえてグローブを取るみたいなえ、だから全身グローブさんそういうことそう、あの全身グローブさんでやらしてもらったからやっぱりちょびっくりしたんですけどえ、ちょっと待って、一緒やんいや、そう、本当っす、うん、え、でも違うんですよ、僕のイメージはあしっかりバンド合わせてだってバンド合わせてないとあんなスピードできないでしょえ、やっぱりでもまあ、なんか合ってるとこしか見てないみたいなあー、あんまりどっちかやったらもうこのハンドリング系で全部さばいていくみたいなイメージだからバンド合うもちろん何でもさばいてくれるっていうなんかそうだからキャッチャーが送球とかでもな盗塁の時とかはもうあとりあえずちょっと待ってもらっていいですかちょっと次の回で守備理論やりたいですえ、まだここはあの自己紹介だけではいちょっと入っちゃったけどああじゃあちょっと守備のこと入っちゃったんですけどちょっと次の回で、うん、あの守備芸人さんのその守備の理論っていうかとりあえず最後にいつもらえつけるために意識を正直